お金なくてもお金ないとかいう男の人はマジでクソダサいと思う。でも友達とかでも思うもん。なんか誘います、うん、金ちょっと金ねえから無理だわ。えそれをさ、うん、生卒業しても言ってるさ、うん、自分恥ずかしくないのそう学生だったらまだ許せれるけど、うん、それでさかなり友達は減ったかも。アリちゃんの場合ってさ、だってお金ない人と付き合ったりしたらさ、うん、もう紐みたいになっちゃうから結構払っちゃうもんだって、うん、払っちゃいそう。めんどくさいじゃん、そのさ会計の時にごちゃ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 してたらさ、じゃもういいよみたいな。確かに紐男とか飼ってないよねこんくらいは稼いでてほしいみたいな。あれ建前とかいらない。あ平均年収以上欲しいねみたいな。平均年収結構きついじゃん。いくら以上、うん、もう例えとかなし。それだったらなんかえーってめっちゃコメント来そうだから怖いからあんまり言わないけど俺がね、うん、女の子だったら1000万以上はないときつい、うん、それは最低限でしょ。そいや出てるやんざわつくってコメント。いいじゃんいいじゃん、していこうぜ。夢ねえわだけ女だなとかじゃなくってね、将来今後を考えるってなった時に自分のそのなんか家庭になるわけだ、家族になるわけだから楽しい生活したくないし、子供にも迷惑かけたくないから自分より稼いでて男は稼いでこい、はい、仕事できる人がタイプかも結構。そう、ねうん、だから世渡り上手よ。そういうだから8500万以上必要だよね